こんにちは、スタイルバイルドームの高橋です。今日はですね、マテリオの新作が入ってきたようで、ちょっと一足お先に覗いてきました。そして今回はそのアイテムを使ってコーディネートをやっていこうと思います。どういう風にしていくかちょっとまだね決めてないので、マテリオディレクターの金子さんと、マテリオプレスの勝也さんと一緒に考えていこうと思います。これがその新作ですね。はい、今回3型ですね。はい、はい、ご説明させていただくと、カバーを、はい、もうちょっとお得意乗っていっちゃいますかね。まあ、必ずね、もう出てくるカバーオールなんですけど、今回はイギリスのカバーオール、ヴィンテージのものをですね、ちょっとベースにして、ただイギリスのって意外とあんまルーズじゃないっていうか、やっぱテーラードの歴史があるのかわからないですけど、やっぱ昔のはより立体的で割とジャストでフィッティングするようなものが多くて、なるほど、で大きく着ても結構かっこ悪いのが多いんですけども、うん、そこをリラックスして着れるようなパターンにしつつ、あとはちょっとこの辺の襟を見るとあーって思う人もいると思うんですけど、はい、ちょっとフランスのワークのエッセンスも少し散りばめながら作ってます。そうですね、フレンチかと思いました最初ね。一瞬そうなんですけど、実はイギリスがベースになってます。で素材に関してはコットンリネンで、もともとは地の素材、コットンリネンの地ので、はい、ツイルなんですけども、それを裏使いして、さらにその裏の方はリネンの側が出てるんですね。ほー、なんかちょっとシャリ感のある見た目です。なんかちょっと光沢がね、そうなんですよ、リネンのやっぱ光沢感が表に出ていて、はい、表情がちょっと見慣れない感じ、裏が面の雰囲気、はい、裏見るとあーっていう、はいはい、それをあえて裏にしているという。で裏はコットンなんで割と肌当たりも良くて、まあ、着心地もいいというのが少し特徴かなと思ってます。いいですね、はい、でボタンはいつも のマテリオのオリジナルのボタン、うん、ピッカピカのピカピカです、ね、昔のフランスのみたいなね、はい、いいですね、はい、でもイギリスベースなんですね。そうなんです、まあ、フランスっぽくなってますね、うん、そうですね、完全にハイブリッドな感じですね。いいです、はい、で次からもうフレンチなんですけども、 M38 フランス軍のモーターサイクルコート、はいはいはい、まあ、これはね、ウティのウタさんももうお得意なんですけども、マテリオ用にですね一からまた作りました。やっぱモーターサイクルコートってかっこいいですよね。かっこいいんですよね。ただやっぱ本物って本当ねすごいから、ものすごい A ラインですよね。生地もめちゃくちゃごついんで、バキバキですもんね。やっぱ軍物のモーターサイクルシリーズってイギリスのもめちゃくちゃごついし、そうです、ね、こけても怪我しなそうなねものが多いんですけども、まあでもこれも迫力としては負けないぐらいの迫力出てると思います。リネンそうっす、はい、リネン100の、まあ、いわゆるオックス、まあ、キャンバスのような素材で、あとやっぱリネンだからこのちょっとぬめり感というかとろっとしたような、はいはい、そうですね、なんかちょっとね重量感もやっぱりコットンとかと比べるとあるなっていう印象だと思うんですけども、ただやっぱり着れる範囲内の厚さにとどめてるので、まあでもこのちょっとずっしりするぐらいがモーターサイクルコート着てるなっていう感じも味わえると思うんで、まあなんかその辺はすごくギリギリのバランスをとってます。もうショップコートだとコットンもしくはコットンポリとか、あとまあリネンのかなり薄いものとかありますよね、多いですよね。ただこっちの方が重厚感があるんですけど、うん、ただベースがモーターサイクルなんで、はい、ちょっとその武骨な雰囲気は踏襲しつつも、うんうん、そうですね、あとなんかブラウンというかキャメルの方は特にダック生地っぽいですね。ああもう、まあ、ほぼもう組織としてはダックと言ってもいいぐらいの、うん、あやっぱそうなんですね、はい、でまあ、雰囲気的にもねこの色ってなんとなくもうイコールダックみたいな、そうですよね、なんかわかんないけどダックカラーみたいな、あります、ね、感じがすると思うんですけど、あとちゃんとポケットがこう布が袋布がついていた、うん、ああそうかオーバーコートですけどもともとはちゃんと袋ついてるんです、はい、はい、まあ普段の着用で、まあ、着やすいようにデザインはされてますね、リアルに着れますね、はい、でまあベルトはまあくっついていて、まあ、前でこう留めるもよし、ポケットに入れちゃったり、まあいろいろちょっとトレンチ乗りで、そうですね、着用していただけそうですね、うん、
ちょっとコンパクトになってますかね。あ、若干コンパクトにしてます、はい、なんかいいですね、すっきりしてて。で、あと肩もあれって結構ごつかったりすると思うんですけど、綺麗な落ち方してると思います。あ、ここまでステッチが、はい、はい、作りますね。これ着てみた方が伝わりそうですね、オーラが。そうですね、はい、ぜひスタイリングを見てほしいですね、はい、誰が着るんでしょうか ね、 ね、楽しみですね、はい。で、最後にモーターサイクルパンツ、はい、これも M38 と呼ばれるもので、はい、結構憧れる人多いと思うんですけど、やっぱこれも着にくいヴィンテージの代表格と言っても過言ではないぐらい着にくいものを、まあ、非常に履きやすいように、まあ、素材もそうですけど、まあ、ポケットもしっかりこのスラントのこの入れやすいものになっていたりとか、あと後ろポケットつけたりとかですね。これ本来ないんでしたっけ？ないですね。はい、いいですね。より実用的になって、結構変わりますね、これあるかないかで、ね、そうですね、はい、あと裾のこの縛りも、このまあ普段はこう留めておけたりとか、あ、まあ、絞りたいときはこれ、ないです、あ、オリジナルってないんですね。ないんですよ。へ、じゃあ割とブランブランしちゃったりとか、止めるしかないってことですね、このストラップ、まあ、ギュッとね、はい、締めてもらったりとか、いいですね、簡単にできるようになってます、はいはい、でちゃんと付属もこのちょっとね塗ったくったような黒みたいな、うん、この付属の感じも非常にミリタリー感の、まあ、昔のね服のような感覚もあって、うん、確かにこれコートと同様のパーツですね。はい、いいですね。バックの雰囲気相当いいかなと思います。やっぱベルテッドのこの厚みがポイントですね。ね、あのタックインした時にしっかりこう見えてくるっていうのが、うん、そうですね、かっこいいですね、はい、これ結構色落ちもなんでしょうね、徐々にしていくタイプ、うん、製品染めなんでしたっけ。そうです、はい、あ、製品染めなんですか、はい、まあ、すでにもうちょっと洗っただけでも、うん、少し着古したような雰囲気で結構当たり出てますけど、まあこれね、その味の感じっていうのは結構期待できるんじゃないかなと、うん、特にネイビーはデニムっぽいような表情が出てきそうですね、うん、そうですね、確かに。そうですね、三方を使ってコーディネートしていこうっていう感じなんですけれども、はい、どうしましょうか、どれ着ていきます。カルさん何着たいですか。僕やっぱねコート好きなんで、ロングコートですね、はい、あ、ネイビーにしようかな。あ、ネイビーいいですね。ネイビーもいいですよね。ネイビーにします。ネイビーで。カツラさんは。僕そうですね、ちょっとパンツのシルエットがこれずっと気になってて、うん、実はちょっとまだ履いたことないん で、 そうなんです。これちょっとどっちか履いてもいいですか。僕パンツは確かに見てみないと分かんないですね。そうですよね、はい、コートはなんとなくこんな感じかなって分かるんですけど、これなんかちょっと結構土管でちょっと履いてみたいです、はい、じゃあ僕はこのイギリスとフレンチのハイブリッドジャケットを、ね、ハイブリッドジャケットを着ようかなと思います、うん、まあ、似合いそう。似合いそうですよ。本当ですか、はい、なんか時期的にそっちの方がちょっとね、もう春に先駆けちゃう。そうですね、はい、もうなんなら多分この動画が上がってる頃には SS のもの出してるブランドすごいと思うんで、確かに、うん、ちょっと先駆けて着てみようと思います。わかりました。じゃあ早速コーディネートをご覧ください。はい、まず僕のコーディネートからいきましょうか、はい、まあ、春なんでっていうところで、はいはい、アイボリーとアイボリー重ねましたっていう、うん、色の違いが出ていいですね。そう、あの、はい、同じ色の系統なんですけど、やっぱ素材が全然違うんで、うん、あのそれでこうメリハリがつけれるかなっていうところと、うん、あの金子さんが初めにおっしゃってましたけど、やっぱ理念が表に出てくることで、うん、表情がね、うん、いい味が出てきてます。すでになんかちょっとこうゆったりしたサイズ感も、なんか金子さんおっしゃった通りいい感じですね、うん、ブリティッシュのとは思います。そうですね、理念なのに。そう、すごい、なんか本当シャツブルゾンみたいな感じです、はい、スラックスと相性良さそうです。このセレモニーパンツいいですね、はい、生地がめちゃくちゃ良くて、はい、脇の縫いもないから多分すごい履きやすい、うん、ね、そうですね、はい、確かに確かに相性いいですね。うっすらヘリンボーンというこれいいです。じゃあ続いて金子さんですか、はい、僕はもうモーターサイクルコート推しのコーディネートで、うんうんうん、主役ですね、はい、完全主役で、色はそちらにされたんですね、はいはい、他はもう完全脇役ということで、うん、まあ、けど自分の好きなこのレモンイエローのシャツをインナーに、うん、この色好きですよねちょっと覗かせて、はい、まあ、あとは本当ね、もうこの着古したような薄いカーキのボトムと、うん、あとこの白の
まあ、かなりごつくて、ね、雰囲気あるんですけど、まあ、この白の厚手のニットを合わせて、まあ、まだねちょっと寒いんで防寒も意識しながら、でも主役はやっぱモーターサイクル、でもうベルトをねこう巻いたり襟立てたり、いやベルト外したりボタン開けたりいろいろできそうです。そう結構 ねアレンジがいろいろなんで、確かにこのことアレンジ効きますね。めちゃくちゃ効くんですよ。いいな。あとさりげなくキャップの刺繍のグリーンとこのパンツの色を拾ってるとバレちゃいました。めちゃくちゃ調和してます。やっぱそういうところはちょっと大事かなと。いや抜け目ないです。勉強になります、ね、勉強になります、はい、本当にありがとうございます。じゃあ最後で桂さん、はい、どうでしょう。ちょっと僕パンツこうネイビーのモーターサイクル決めさせていただいたんで、マリンテイストな感じで合わせたいなと思ったんで、うん、まあ、マテリオでももう超定番でずっと人気のあるバスクシャツ、これを合わせたいなと思って、でなんかこのリネンのパンツの感じにこのすごい肉厚なドライバーズニットの感じをあえてなんかこう春夏っぽい素材と超秋冬っぽい素材みたいなのをなんかこう普通合わせないけどあえて掛け合わせたりしたら面白いんじゃないかなと思って、うん、ちょっとさらっとドライバーズニットも羽織ってみました。パンツが結構実はね、はい、ごつい生地なんで、そうなんですよ、リネンとはいえこのドライバーズニットに負けてない感じ、ね、そうです、それがいいですよね。さっきダックっていう話もありましたけど、なんかそのダックパンツの延長で履けそうですね、うん、これだったら。そうなんですよ、タックインして見えてくるベルトがねいいですね。確かにこれタックインしたいですね、このパンツは、うん、このドライバーズニットのこのネックの吸い付きがえぐい綺麗です、うん、確かに綺麗ですよね。こちらはあの販売中なのでぜひ、これは要チェックですね。よろしくお願いします。ということでマテリオの新作を含めたコーディネート集3選いかがだったでしょうか。時期的には早いかもしれないんですけど、あのこれからも、春に向けての買い物を楽しんでいただくために、まあ、秋冬物で使えるものもコーディネートで紹介していたので、ぜひ参考にしていただければと思います。そして、コーディネートお気に入りのものありましたらぜひあのコメントにて残していただけるとありがたいので、ぜひコメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。